歌ってもいいじゃん。こんにちは、アンジータフミンです。元気ですか？連休はどう過ごしてますか？家で節約してゴロゴロしてるって、それもいい考えだな。ナンバー23をよろしくお願いします。僕は連休中どこにも行けなくて嫌な思いをしています。せっかくの休みなのに、行きたいところもあるのに、お金もかかるし、人混みがすごいし、こういう時は家で寝てるのが一番かなと思ったんだけども、やっぱりどこか行きたいね。でも昨日なんかものすごい雨が降って、ああ家にいればよかった、いてよかったなって思いました。雷だとか突風とか吹きました。そして今日はものすごくいい天気になって、どこにも行ってないのに、まるでハワイに行ったかのような、そんな天気でした。はあ、でもいつか旅に行きたいな。僕はそう思います。はあ、今日は何も話すことはないんだけどね。ですね、まあ気になるのはね、こういうゴールデンウィークになると旅行する飛行機代だとかホテル代だとか、みんな値上がりしちゃうんですよね。本当になっちゃいますよね。オフシーズンになるとものすごい値段が下がっていくのに、そういう時に限って旅行関係者は旅行した人のお金をいっぱい取っていくんです。本当に嫌なっちゃいますよね。ああ、でも僕も旅行に行きたいな。明日行けるのかな。今日ね、僕はね、さっきエビ食べたんだ。あ、歯に引っかかってた。あ、美味しい。エビは美味しいね。世の中には知らない方が幸せっていうのもあるぞね。アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。チラリズムの研究、アンディ・カフミン博士。キラリズムとは見えそうで見えないことを言う。まず部屋をご用意してください。そこに男99人を用意してください。そして女のパンツを用意してください。パンツを投入してください。するとパンツ好きの男33人が連れます。同時にパンツの嫌いな男33人も部屋から出ていきます。残ったのはパンツを好きでも嫌いでもない男33人です。次にチラリズムさせる女を用意してください。投入します。何も起きません。チラリズムさせるとどうなるかというと、パンツに興味のない男が33人釣られます。しかもパンツが嫌いな男まで33人釣られてしまいます。しかもおばさんなのに。不思議ですね。皆様も巷でお試しください。アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。今日はどんな歌を歌うのかな、楽しみだね。
さて、やっぱり気になることといえば環境問題ですね。新しい暮らしになると、その分どっかでデメリットが生まれてくるものですよね。例えば携帯電話。昔は携帯電話なかったですよね。でももう今全員持ってるわけで、こういうことはどういうことかというと、昔は誰も持ってなかったから何もしてない。だけど今はみんな持ってるということは、夜寝るときになると一斉に充電し始めるということになります。昔はその時同じ時間帯に電気消費量はゼロだったの。今や日本全国、いや世界全体で夜寝るときに携帯電話の充電が始まるんです。一斉に合計して総計したらすごい数になるんだと思います。その電気量を以前の電気量に戻したのなら、今言っている環境問題はどれだけマシになっていたのだろうかと思うわけです。たかが携帯電話の充電だけども、それを考えるだけでも環境問題は切実なんです。新しい暮らしに行くときに、この変化で私はどれだけ環境を汚しているのか、そういうことをちょっとだけ考えて行ってもらいたいものですよね。地球を恋人に連れてってね。作詞アンディ・カフミン。歌う時の名前はオン・チーズ。地球を恋人に連れてってね。作詞よちづま。一つ今また新しく楽な暮らしぶりに、今の私が入ろうとしてる、だから注意したの。楽に変わったその引き換えに、環境問題悪くなんないかな。今の私が明日の私に CO2 増やすことにならないかな。私は地球が大好き、人の生きれる地球が、だからこうして旅を今日もしてるし、明日もまた旅がしたい、青い地球のままで、私の選んだ道で保ってたいの。これから行こうとしていた場所へ、必ずしも行くべきなのか。一つ今また新しく贅沢な暮らしに、今の私が慣れようとしてる、だから怖くなったの。人は旅人、時代を見てる、想定外なことだなんて言わせない。今の私が明日の私に、すべての面倒見せに行列する。私は地球が大好き、人の生きれる地球が、見てみないふりなんて、だからしたくない。明日もまた旅がしたい、青い地球のままで、思ってるよりも深刻に認識したい。大人になってお酒飲むけれど、酔っ払って見つめたくないこと。楽に変わったその引き換えに、環境問題悪くなんないかな。今の私が明日の私に CO2 増やすことになんないかな。
私は地球が大好き、人の生きてる地球がだからこうして旅を今日もしてるし、明日もまた旅がしたい、青い地球のまんまで、私の選んだ道で保ってたいの。私は地球が大好き、昨日の生きれる地球が見てみないふりなんてだからしたくない、明日もまた旅がしたい、青い地球のまんまで、思ってるよりも深刻に認識したい、これから行こうとしていた場所へ地球を恋人に連れてってね。アンディ・カフミンのオンチール TV ショー。長い歌だな。最近はですね、家族の中でも会話がなかったり、会社の仲間同士でも会話がなかったり、人が一人バラバラになって一人の人生を生きてるような風潮が見受けられます。まあ人それぞれ自分の人生を歩く、それはいいことだと思います。だけども人と話をしたり、何かで協力し合ったり、心を通わせたり、そういうことが良くないというわけでもない、バランスなんですね。その上、恋の形、夫婦の形、そこにも変化が見られてくるようです。まあ一人でいる時間も大切だし、みんなと一緒にいる時間も大切、どっちも同じように自分の人生を生かしながらバランスよく、お互いに心を潤し合いながら生きていくのが本当だと思います。便利な無人島生活に訴えたいこと。作詞アンディ・カフミン、歌う時の名前はオン・チーズ。便利な独居無人島生活に訴えたいこと。作詞よちつま。気がつけば無人島のように肌の細胞をかさついてた。離れ離れなること従う君の暮らし、寒く真似た鼻見つめ、かさつくす肌を潤すために、水のもかさつく二人潤すためにも、一生分お金あれば今は一人生きてられる時代、回復乾燥をした足を書いてなくなったクリームを悔やんで、見るばかり傘つくす肌を潤すために、水のも
かさすくたり潤すためにも会社の飲み会来ないですぐに帰る君、僕だけならば飲むだけいいだろう。気楽で便利な無人島暮らしが人合わしてく、ハートハートハート潤さなきゃ、かさ尽くす肌を潤すために、水飲もう、かさ尽く二人潤す、ダメにも会社の飲み会来ないですぐに帰る君、僕だけならば飲むだけいいだろう。飲むだけ飲むだけ飲むだけ潤したいのさ、ハートハートハート、もっと潤さなきゃ、飲むだけ飲むだけ飲むだけ潤したいのさ、ハートハートハート、もっと潤さなきゃ。こう思っていたい、人の心は星ほど遠いと、作詞よち妻。どんなにも心つないでても、心触れ合うことはできない、そういうこと知る後、君と付き合い始められならば、続いてたまだもっとでも旅気分で輝く星に近くまで、誰より寄れて愛せてよかった。人の持つ心欲しいならばさ、満員電車は天の川だね、他の人や友達、君もみんなすべてを星のように見てたくなったんだよ。誰のも心は星ほど遠く輝いて、愛しいけれど触れられないもの、でも旅気分で輝く君に近くまで、誰より寄れて愛せてよかった。心を触れ合って抱きしめて眠ったのは、
幻想だったハート、ハート、ハート触れちゃなかった。誰のも心は星ほど遠く輝いて、愛しいけれど触れられないもの。でも旅気分で輝く君に近くまで、誰より惚れて愛せてよかった Baby Baby Baby、 触りたいハートハートハートには触れない。 Baby 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 Baby、触りたいけれど、ハートハートハートには触れない。アンディ・カスミンのオンチール TV ショー、やっと歌が終わったよ。次は旅なんだろう、楽しみだね。さて、ここで、あ、よしつまの登場でございます。よしつまのワンドぞ。よしつまでーす。いいな、みんな旅に行って羨ましいな。どこどこのホテルのパソコンで見てるんですか？そこに僕も行きたいな。でもな、1週間とか10日間で旅行したってつまんないよな。例えば外国人がさ、東京成田に10日間の旅でたどり着いて何ができるんだろうと思うわけですよ。東京だけ見物して帰るにはちょうどいい時間かもしれない。でも日本に行ったら、あそこにも行きたいし、ここにも行きたい、あれも食べたいし、あれもやってみたい、いろんなことを考えると一週間とか10日の旅は無駄にお金を払うだけの旅ですね。やっぱり旅は2週間以上が最低でも欲しい期間ですね。そのためにも料金が高い時はを避けて安い時にドーンと行く、それが理想の旅ですね。でも今の僕にはお金がありません。次の旅は1年後か2年後か3年後か5年後かわかりません。誰か僕を旅行に連れて行ってください。例えば女の子の一人旅行も最近流行ってるようで、だけど女の子の一人旅は危険ですよね。そんな娘を持ってる親も同感だと思います。そこで僕が付き添ってあげてもいいですよ。ただしお給料が1日1万円だな。それから旅行全体の費用はそっち持ち。それで僕は観光案内をするわけでもなく、命を守るわけでもなく、普通の人間として旅に付き添うだけの役目をやると。そうすれば僕も旅行ができる、お金も貯まる。女の子だけね、限定です。それではまあそんな仕事ができたらいいなと思います。そんなうまくいくわけないでしょ。
そしたらですね、前回の旅の続き見てくだっちゃい。 VTR 3月13日水曜日、1996年、この日僕はまた車に乗ってスペインの北部の町から大西洋沿いに西に向かいます。そして夜ポルトガルに入っていきます。地図でいうと大体こんな感じですね。スペインの北部、北西部を通って夜ポルトガルに入っていきます。スペイン北西端、ヒホンからビコ、そしてポルトガルへ向かいます。3月13日水曜日、曇りのち晴れ。スペイン北部、北カンタブリア山脈と大西洋に挟まれたオピエドという町のホテルで目覚めた。窓を開けてみるとレンガの建物が立ち並んでいる。あくびをしながら着替えた。日本で積み重ねてきたストレスもようやく解けそうになってきた。ヨーロッパをもっと先へ旅したいとさらに思った。夕べから泊まった部屋の様子でございます。またちょっと高めのホテルに泊まってしまいました。窓の外はこんな感じでした。ホテルをチェックアウトして噴水広場へ向かって歩き始めた。昨日の街灯がきらめいていた景色と全く違う景色の美しい朝の景色だった。石造りの建物が錆びれていて緑の公園もまたいい感じだった。外にやってきました。夕べの街灯がきらめく景色とは打って変わって朝のスペインの北部の街でございます。街の様子でございます。少し曇っております。広場を人が行き交っております。彫刻もありますね。そして車に乗り込みました。一応の駐車代は1300ペセタだった。まるで波を打っているかのような形の個性的なビルのような建物が立ち並ぶ街並みを車で走り始めた。すべての建物が自由に立っているように人のように思えた。自転車も走る道を町外れへ進んでいく。少し雨がばらついていた。片道一車線の空いている道を進んでいった。スペインの街並みをドライブで出発します。雨が降っております。街路樹の感じもいいですね。公園の脇を走っております。今日はスペインの北部の大西洋沿いを西に進みます。噴水のようなものが見えますね。ヨーロッパの街並みです。建物の並んでいる感じが日本人にとってはいいんじゃないでしょうか。そして街を外れましたね。山の景色でございます。曲線がいいですね。
さらに車は進んでいきます。起伏の激しい道を進んでいきます。雨がちょっと強くなってきたみたいですね。曲がりくねった道を進んでいきます。たまにこんな風に建物があったりするんですね。いい感じです。さらに車は進んでいきます。いい景色ですね。車の数も増えてきましたね。またこういうところにドライブ行きたいですね。11時22分頃ガソリンスタンドに入った。そしてまた違う次の町へと入っていく。狭い谷間に建物がきっしりと立ち並び、高さが高い高架にレールが引かれている。信号待ちしながらそんな街並みを眺めていた。そんな高架の下に白い建物一軒の靴屋があったりしている。町に入ってきました。高架にレールが引かれている。山に囲まれた町ですね。いい感じのお店もあります。すべての家が石のようなものでできてる。色合い形がいいですね。そんな町も運転しているこの車は過ぎていく。田舎道を西へ向かった。整形5度から10度へと移動していた。東京からは通算145度分地球の地上をほとんど陸路で移動してきたことになる。いろんな風景を見てきてどんどん自分の中が変わっていく気がした。分厚い雲の切れ間から太陽が木漏れ日を遠くの道に照らしていた。歌いながら進んでいく。いい街並みですね。まあここに住んでる人たちにとってみれば見慣れた景色で何でもないかもしれないけれども、日本人の僕としては生まれて初めて見たような街並みで感動しました。そしてまた車は次の街を向かっております。大きなトラックとすれ違ったりしながら雨を避けて進んでいきます。ヨーロッパのドライブ、こんなに楽しい旅は他にはないかもしれません。さらに車は進んでいきます。また建物がいっぱい見えてきましたね。そしてまた車は先へ行きます。相変わらず曇っていますね。だけどのどかな風景がだんだん見えてきました。また街並みに入ってきました。この感じもまたいいですね。なんか錆びれたというか、色が一色で統一されているというか、この感じがまたいいです。
名もなきというか、あまりし観光地ではないと思われるんですけどもね、こういった何でもない町も街並みの様子が良くて旅してて楽しいですね。水辺を渡っております。船が見えます。今まではちょっとだけ内陸部を走ってましたが、だんだん海に近づいてきているようですね。いい街並みです。バスが横切ります。白い建物が並んでおります。さらに車は先へ進んでいきます。さらに進んでいきます。のどかな風景、それから山々が見えます。やがて車はスペインの大体最西端のガリシア地方の都市ラ・コルニャにたどり着いた。静かな町だった。平坦な道をしばらく走った。町の中心に着くと噴水広場があり、その地下駐車場に車を止めた。これでユーラシア大陸を往路的に横断できた気持ちになった。これから袋に移り変わっていく。でもしばらくはヨーロッパ旅行が続く予定だ。地上に出た。雨は止んでいた。水たまりのある公園を歩くとマクドナルドがあった。お金を節約するためにもそこで食べることにした。そしてラ・コルニャの海をしばらく眺めていた。少し波が高かったけれど、周りにある建物と一体になって西洋の一色に僕自身が染まるようだった。違う土地に来るとやっぱり色も匂いも全ての雰囲気がまるで違う。それだけ世界は広いんだと感じる瞬間だった。街で休憩いたします。食事をしました。まあどこにでもある店です。ラ・コルニャの海岸でございます。スペインの大体の北西端かな。まだ先があるみたいですが、一応ここが最西端ということで降りました。いいですね、ヨーロッパのビーチ。建物が錆びれていていい感じです。そして街を歩いてみました。そしてまた次のところに向かいます。そしてここから南方向へポルトガルを目指して進むことにした。高速 A9 に乗って進んだ。周りには草花が生い茂っていた。やがて空はだんだん晴れてきた。この時期は天候が不安定だということだ。歌いながらドライブをしていた。新たな景色が自分の心を癒して神聖にしてくれる。果てしなく続く道が気持ちよくてたまらなかった。言葉が通じないことなんて関係なく、周りの車のドライバーと一本の道を楽しく走っていた。車が僕の行動範囲をどんどん切り開いて広くしていくようだった。広くて広すぎるスペインの大地をずっと走っていた。
遅く走っている車をどんどん追い抜いていった。また街並みを走っております。高速道路のような道を突っ走っておりますね。そしてまたのどかな風景が見えてきました。空はどんよりと曇っております。ちょっとだけ晴れてきております。さらに車は進んでいきます。だんだん晴れてきました。ずっとドライブです。さらに進んでいきます。いい天気になってきました。さらに車は進んでいきます。さらに車は進んでいきますけども、曇ってきましたね。だんだん暗くなってきました。雨も降ってきました。水辺の景色が見えますね。のどかな風景が見えます。橋を渡っております。いい景色ですね。小さな船が見えます。スペインの北西部からちょっとずつ南下して、今日の夜ポルトガルとの国境を渡ります。南に向かってドライブしております。建物がだんだん多くなってきた気がします。運転しながらビデオを撮っているんですね。車窓はいろんな建物が見えていいですね。大きな建物もだんだん増えてきましたね。大きな街に近づいているような雰囲気ですね。サンチアゴデコンボステラという街に着いた。街の名前の由来はご覧の通りでございます。キリスト教の聖地の一つだそうです。大きな駅には特急列車が止まっているのが見えました。大きな街なんだね。大きな建物も建っている。そんな街を車はまた過ぎていった。再び雨が降ってきた。そうかと思えば綺麗な虹も出た。そしてまた高速を進んでいく。街並みが見えてきましたね。キリスト教の聖地の一つなんだそうです。いい感じの街並みが続きますね。列車が見えましたね。そして街に降りてみました。この街並みもいいですね。寂れた感じがとても、なんか現代社会なのに現代社会じゃないような、いい雰囲気がします。雨が降ってきましたね。見えるでしょうか。本当は虹が見えるんですけどもね、カメラでは映んないですかね。ほのかに見えるような気がするんですけど。17時20分ごろガソリンスタンドに入った。そしてビコという町に着いた。街中は車が渋滞していてゆっくり走った。
歴史感が漂う町の様子だった。そして近くの海岸に立ち寄った。もう夕焼けに近づいていた。いくら走ってもポルトガルは遠い。今日中にポルトガルに着きたかった。海は穏やかだった。さらに車は進んでいきます。あ、虹が見えますね。虹を見ながら車はさらに進んでいきます。とある町を横切ります。この町並みも美しいですね。古ぼけた感じが僕は大好きです。こういう街を眺めるのが僕は大好きです。さらに車は進んでいきます。海岸にやってきました。夕日が近づいてきて、いい感じの風景でございます。穏やかな波でございますね。ここはスペインの北西の海岸でございます。車に戻ってまた先を目指します。そしてまた車に乗った。だんだん空が暗くなっていく。道の街灯もつき始めた。でもそのうち街外れになり街灯がなくなった。田舎町をヘッドライトをつけて走った。ものすごい一直線の道で、遠くから対向してくる車のライトが小さく星のように輝いて見えるくらい。周りには何もない。だんだん空が暗くなってきました。カメラのピントも合いづらいですね。ぼやけております。でもヨーロッパのいい雰囲気がしておりますね。やっと海岸沿いを走ってポルトガルとの国境に流れる川にたどり着いた。ただ対岸に渡るための橋が見つからなかった。ミドという川らしい。仕方がなく遡っていくことにした。ついという町の高台から橋がかかっているのが見えてきた。暗い町中、迷路のような坂道を勘で登っていった。ポルトガル方面への看板が見えてきて、どんどんさらにその川から離れるように内陸へ坂を登っていった。建物に挟まれた狭い道も走った。まるで田舎町なのに、まるで地下駐車場に進んでいくような景色になってきた。坂を登っているのにトンネルをくぐるようなところへ進んでいった。まるで建物の中を車が走っているようだった。建物の中を直角に曲がったりもした。よく見たら壁に窓があって、そっと窓の向こうを見たらその下に闇の川を見ることができた。かつてはこの国境を渡ることも大変に管理されていたのだろう。今はこうやって何の手続きもなく進むことができているようになっているけれど、そんな昔の時代のままの、まるで中世の雰囲気も漂うトンネルのような橋に感動しながらポルトガルに入っていく。少し不気味でもあった。屋根付きの印象的な橋だった。東京から2週間でポルトガルに着いた。まだここは橋を渡る前のスペインのところを走っております。暗闇で見えないかもしれませんが、おそらくこの右側には国境の川が流れているのと思われます。光が全くなくて画像がぼやけております。
下には全く何もない暗闇の中走っております。これが橋です。もう着きました。ポルトガルに入りました。さて宿を探すかっていう感じで進んでおります。自然とワクワクしていた橋を渡りきり坂を降りていく。バスターミナルみたいなところを過ぎていく。小さな町を抜け、先ほどまで遡ってきた御堂川を下っていった。何も周りに建物がない道を暗闇の中走った。適当なホテルを探した。途中小さなお城と町があったけれど泊まれるところはなかった。しばらく走っていたら道脇にホテルがあったのでそこに泊まることにした。今日もドライブばっかりの旅になってしまった。だけどポルトガルに着けてよかった。ホテルに泊まりました。今日の主な出費でございます。だいたい 17,496 円も使ってしまいました。前の女作詞よちつま。僕の前に必ず座る女がいる。僕よりも必ず後にそこに座りに来るから気がついたんだけど、偶然だとかたまたまだとか分かっていたとしてもいい女だった。名前も知らない髪の綺麗な女だった。僕が見ていた黒板の文字がだんだんとぼやけていった。僕が気にしていた彼女の髪の毛がだんだんとくっきり見えてきた。君に心が惹かれピンと勝っていく。ただ君の指に輝いているリングの存在だけが僕に現実を突き出して教えてくれるけれどね。僕の前に必ず座る女がいる。いろいろあってくじけている僕だったけれども、より真面目に黒板を見ていたんだ。僕はダメだとかバカみたいとか分かっていたとしても、こんな今の僕には名前も知らない髪の綺麗なその女のシャンプーの淡い香りに誘惑されて魔が差していたんだ。髪を束ね直す指先のリングに悔やみながら、ぼやけた黒板の文字を見ようとしているだけの僕なのだ。そして息苦しくなった現実に潜っていたような水の中から浮かび上がる気分で黒板を見る。君を見ないで、君を見ないでと、僕はと、僕の前に必ず座る女がいる。僕の毎日の中に。アンディ・カスミンのオンチール TV ショー。ごめんなさい、結婚しちゃいました。はい、そしたらですね、ここからトニー・クリスティンの登場です。はい、なんだよ。はい、アンディ・カフミンめ、最近つまんねえんだよな。しょうがねえな、最後はトニー・クリスティンが締めてやるじゃないか。何？連休中どこにも行かないのかだって。失礼だな。僕はね、今は家にいたいんだよ。家にいたいときに家にいて、外に行きたいときに外行く。ゴールデンウィークだから出かけるっていう考え方自体が間違ってるんだよ。ゴールデンウィークでも仕事がしたいやつはする。どこか行きたいやつは行く。そう来なくっちゃ。みんな仕方がなく旅行行ってるんでしょ。わー、とっとと閉めちゃうぞ。ネタがねえんだよ。またこの歌を歌ってやるよ。アンディの歌だよこれは。誰かアンディに作詞の仕事をやらせてくれ。やらせてやってくれ。頼むじゃん。
ハンジンの歌詞、作った歌詞で、僕が今気に入ってる歌詞だ。歌ってやるからな。自分通り、僕らしく、明日もまた、今日もまた、自分通り、僕らしく、本番朝、切り出し、できるかな、今日の日を、自分僕、今日もまた思うがままに、君が微笑む僕の愛で、君が微笑む僕の愛で、バーン！愛してるじゃ！また次回お楽しみに、バーン！4月30日はお昼もテレビ出ちゃいまーす。アンディ・カフミンのオンチール TV ショー。